佐藤さつき像から1948年3月23日は、大正期の日本海軍軍人。最終階級は、海軍中将。岩手県花巻市出身。1891年7月、海軍兵学校第18期を6位で卒業し、非営乗組となる。同期には、加藤漢字大将、阿保清和大将がいる。葛城の高千穂。 橋立のりくを経て1894年3月に海軍将尉に任官。天城・西京丸、あたのりくを経る間に2度にわたり法術練習所で計8ヶ月の教育を受けた。西京丸のりくの時に日清戦争が正規し、公海海戦に参加した。1897年12月に海軍中尉に同月に海軍隊員に進級し、 海門分隊長。以後、橋立分隊長、鎮園法術長を経て、1900年8月に、イギリスで建造中の戦艦、初瀬の開港委員の一人として都営。1900年8月に、初瀬法術長。基調後に、海軍省軍務局課用、常備艦隊参謀を経て、1903年4月に、イギリス駐在。同年9月、海軍少佐に進級。 日露戦争開戦2月を受けて、同年4月に帰朝し、巡洋艦、東文隊長に補いされ、うるさの機海戦に参加。同年10月、常磐法術長に転じ、日本海海戦に参加した。イギリスで建造中のカトリ海港委員として3度目の放映。1906年1月、カトリ法術長。同年月、海軍中佐に進級して、 クレチンジュフ参謀、同年12月、海軍法術学校教官。第一艦隊参謀を経て、1910年12月に、クレ交渉偽装員に任じられた。佐藤が担当したのは、戦艦、秋であった。秋は、無事巡航し、佐藤は、初代副長となった。翌1911年12月に、大佐へ昇進し、遠く、旅順で引退を待つ通報官。 鈴谷の艦長に任じられた。鈴谷艦長は1年4ヶ月に及んだが、1913年4月に、とね、翌月には、東と巡洋艦艦長を二席歴任すると、1914年8月には、再び、呉交渉偽総員に任じられた。この時、佐藤に託されたのが、戦艦、不走であった。翌4年2月、不装の春行に合わせて、 初代艦長の栄誉を得た。10ヶ月の艦長生活を謳歌し、この年の12月に教育本部に招聘され、高等教育を担当する第二部長として軍政に携わることとなった。教育本部第二部長に在職中の翌1916年12月、少々へ昇進。このまま教育者か軍政官として海軍に奉職するかと思われたが、 1917年2月、唐突に海上勤務へ引き戻された。ドイツ及びオーストリアによる無制限潜水艦作戦に対抗し、連合軍の輸送船団を護衛するために3個、特務艦隊の海外派遣が急遽決定されたためであった。インド用横断航路を担当する第一特務艦隊司令官は、竹下イム中将、アンザック連絡航路を担当する、 第三特務艦隊司令官は山地和義少将が任命されたが、最も危険な地中海横断航路を担当する第二特務艦隊の司令官に任じられたのが佐藤だったのである。水雷戦隊の指揮は愚か、駆逐艦の上官経験もない佐藤ではあったが、機関、赤市に座上し、二個駆逐隊を統率して、丸太島へ出撃した。 砲術畑の佐藤にとっては、不慣れな対戦作戦ではあったが、後に、水雷学校長を務める長沢直太郎や、潜水艦作戦の第一人者となる、岸井光一、航空畑に転じる山口多門、水雷戦の実践者として、評価の高い田中雷蔵ら多くの水雷専門のスタッフを招聘していた。 第二特務艦隊はマルタを拠点に、アレキサンドリアからマルセールまでの地中海、重艦航路の船団護衛を一年半にわたり担当。駆逐艦、坂木が開い、船体列団の大破損傷を受けたのをはじめ、戦死者、病死者78名の犠牲を出しながら、任務を完遂した。佐藤は司令官として連合国各国元首、首脳に招かれて、謝辞や勲章を受けた。 そのうちの一つ、ベルギー王国軍二等王冠勲章は、佐藤の郷里花巻氏に寄贈されている。佐藤は、日本の国際的地位の向上に貢献した。帰国後の1919 19年9月、法術学校長に就任。1911年までの2年間、88、艦隊計画の中核を成す戦艦の法術研究や、防御策の研究や実践を推進した。 着任から1年後の1920年12月の定期人事で中将へ昇進している。1921年12月、最後の認知となる大港陽光部司令官に着任。1年間の任期を終えて退命。1923年3月31日予備役、編入。1938年5月15日、退役。 1948年3月23日、76歳で病没した。ありがとうございます。